政府与党が重要法案と位置づけるカジノを含む IR 統合型リゾート実施法案が与党などの賛成多数で衆議院の委員会で可決されました。野党側は採決に先立ってギャンブルを成長戦略にするのは間違っているなどとして石井国交大臣の不信任決議案を提出しましたが衆議院本会議で否決されました。 IR 実施法案は来週火曜日の衆議院本会議で採決され参議院に送られる見通しです。